よいしょ。11月9日引っ越しの日です。見てこれ、晴天。新潟とは思えない、12月とは思えない。よく晴れたけど寒い。薄氷張ってるよこれ。よし、来たー。はあ、椅子は？ピアノとか置いといてもらって、わかりました。ダンボールはいいよ。はい、ゴムだけで。2回持ってこう。うん、オーディオルーム持ってって。Thank you.
入ります？幅的には入るんですけど、こっち幅着ないよね。はい、あー、オッケーいける。かなりギリギリに作っちゃったんだよね。そうですね。ちょっとさ、あの、はい、毛布さ、はい、をかわして前足だけ乗ってる、前だけ乗ってる感じです。せーの、ちょうどぐらいですね、これ。ちょっと後ろ、はい、ちょっと後ろ浮かして滑らせようか。はい、かわしてます。ふい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 、これここに置くのに、はい、置きます。さあ、OK です。これちょっと隙間空くんですけど大丈夫です。両方同じぐらい開けておいてもいいですか？とりあえずここだけくっつけてもらえば。あ、承知しました。はい、せーの。でも、なんですごいぴったりぴったり、うん、超ぴったり作ったからね。超ぴったり作った。危なかった、これ。危なかったな。削らない。40か50くらいですね。だから100くらいあるね、ここね。すごい疲れた。